強靭だ。別にハンターとか狩人を語るのは勝手だけど、僕は嫌いだけどね、ハンスラーとか。人狼側が、いや、これでも村有利だと思いますよ、ちゃんとやれば。ただ何でもありですよ、チャットも何でもありにしたら村強すぎるでしょ。だからこれぐらいはした方が良いのではないかと思うんですけどね。まあ、これに加えて場所によっては FO 禁止とかもありますよね。初日の FO 禁止みたいな。僕は FO 大好きなんでまあそんな、なんかね、昨日の配信でね、そのやる村やる村で FO 提案したらね、全員に黒塗りされんの、人狼雑の。FO こんなに強いのになって思ってめっちゃ言うんですけど、あれすっげえ黒塗りされるんですよね。フロープン村にないよとかっつって朝が来ました。言わない方がいいらしいですよ。やだなでもなんか言って、なんかそうなるの誰も死にませんすっごい嫌だ。占い出れるか。7番、おわ決番だ。発言してください。発言してください。はい、よろしくお願いします。自分主要あります、占い師です。自分3番さん占いました。3番さん白と出ました。はい、3番さんは白です。そうですね、まだトップバッターなんで、で3番さん白しか分かってないので、うん、次の8番さんからかけての考察を聞いて、ラインとか無駄にないって言われるんだよ、とかないのかっていう線もたどって考察していきたいなと思ってます。3番さん白と出ただけです。なんですけど、片白3番さん、3番さんで白だからと言って強人も追えないのかなっていう感じで見ていきたいと思います。強人も追えない、もし占い師出たらその人が強人か人狼かっていう感じで見分けていきたいんですけど、対抗が出たら3番さんの角白、その片白は強人ではないかなっていう感じで自分は見ていきたいので、うん、感じで考察していきたいなと思ってます。3番さん白です。8番さんどうぞ。8番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師をします。9番さんになって、9番さん黒でしたってことで、皆さん今日9番さんを釣りましょう。レッツだゴー。どっちが死んだ、どっちが死んだ。発言してください。はい、9番村人陣営です。スムラです、スムラです。もうしょうがない、今日僕釣っていただいても構いませんですが、8番をそしたら明日釣ってほしい、うん、正直俺もうこの時点7神にしか見えない。ね、もう俺目線8番黒、うん、多分強靭かどっちか出るかですよ。なんで、まあ村の皆さんが、まあ、一応僕を釣りたいというなら僕でいいんですが、俺は今日8番に入れます。1番潜伏するか、いやーなんかスライドしそう。はい、お願いします。役職 CO はありません。で7が3に白、8が9に黒ですね。把握しました。そうですね、今日は残念ながら9が釣りになってしまうと思います。で、まあ8が、9がもし村人であれば、8番は私は強靭で見て黒特攻しているというふうに見ますが、うん、まあとりあえず9釣ってみて、その後の狼の髪とかで判断するしかないかなと思っている。そうだな、まあ、またもう一周発言聞いてまた考察を落とします。ね、ただ黒出しですらとか。あとごめんなさい、ちょっと一個だけ、なんかゲーム始まるときになんか変なボイスパーカッションみたいなの聞こえませんでしたかね。自分だけかな。なんか嵐いたらすっごい嫌なんですけど。っていうことだけは言っとく。嵐っぽい人いたら、もうするんで、それだけは言っときます。以上です。潜伏すっか。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。6番が3番さんに白、7番さんが8番さんに黒ということで、占い結果もろもろ把握ですね。違うよ、そうですね、このまま1人しか出ない場合は1番さんの競りが安定なんですけど、その場合もう1回、8の、次8を釣らないと、9番さん、釣った意味なくなるんで、9、8の順に釣っていくって感じですね。ガチャガチャうっせえな。占い師で出た場合は9、8番さんからですね。でも8番さんが仕事を終えるから8番さんからって感じですね。で、グレーの説なんですけど、1番さん。まあまあ、別に白くもないし黒くもないしって感じで、まあ、普通の意見かなと思ってました。出るか、うん、
で最初嵐いたら釣るって感じですよね。どっちがいいかな、まあ、嵐釣るゲームじゃないんでね、プロ釣るゲームなんで、そこ盤面的には出た方がいいかな。まあ3,4,5,6 の発言聞いていろいろ考えてみます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。7番が僕に白ですよ。はい。で8番が9番に黒ですよ。はい。2番さん、さっき6番って言ったような気がしたんですが、僕の間違いですかね。いや、そしたらごめんなさい。正しいよ。2番、2は把握ぶらしてた。9番釣りましょう。レッツゴー。9釣りか。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営でした。占い7番、8番は発しました。で、そうですね、3番さんに関しては、で、これ、グレー考察していいのかな。3番さんに関して、1、2に触れてないとか、カレード出ようかな。になりましたかね。うん、急釣りしか言ってないところが。最後だし。で、1番さんは、ダメか、噛まれるのか。急釣りって言って、2番さんに関しては、ちょっと聞こえづらいところがあったんですよね。後ろがちょっとわちゃわちゃしてた感じがして。占い出るか。で、そうですね。でも2番さんは9つってから8する。うん、それは私も賛成します。で8進ならもうあれだけどな。何を話せばいいのか。8進なら終わりだけど。うん、8進なら負けんのか。これぐらいかな。うん、自分も全然考察薄いですね。申し訳ないです。2戦目考察していきます。5番のプレイヤーは発言出るわ、出よ。はい、占い師と結果把握しました。まあ9番さん役職ないんであれば今日は9番さん釣りでいいと思います。なのでまあグレー位置で言うと、まあ1番さんは9釣りで嵐釣りたい。2番さんがね、やっぱりちょっと番号把握漏れかな。でやっぱり後ろがガチャガチャ言っててちょっと聞き取りづらかったっていうのもありますね。しようは無理かな。把握漏れがやっぱり、うん、気になるかな。で3番さんがそれに触れてて4番さんなんだけど、グレー触れていいのかなって言って3番さんって言ったんですよ。3番さん片白ですよ、4番さん、うん、ちょっとその辺もね、うん、どうなのかなっていう感じ。まあ黒には見てないですけどね、まだ真っ黒には見てないですけど、ちょっと 2,4 が今のところ怪しい位置にはいるのかなとは思ってます。まあ、今日は9番さんでいいと思います。6番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます、よろしくお願いします。僕が占い師です。占ったのは7番さん、白でした。6が占い師で7白だから僕目線ですね。7は狂人ですね。で8が狼になるので、だから狼が本当の狼に相方にね黒出すわけないんで、9は僕白だと思います。でスムララって言ってたんで本当にスムララだと思いますよ。だから僕目線7、狂人8狼です。でそうね、みんなだいたい9釣りみたいな言い方をしてたんで、特に8とのラインは見えませんでしたね。ただ、この中だと、1,2,3,4,5 の中に8の相方がいると僕目線は見えてます、っていうとこですかね。はい、まあ今日は占いローラーになると思いますけれども、僕は狼が見えてる8から投票したいと思います。7番のプレイヤーは発言してください。はい、6番さんが占い師で対抗6,8,7、うん、この順で言ったら6番さんが最後に出たっていうことは、うん、進化芯を取りに来た狼だと自分的には思いました。8番さんを狂人と置いたら狂人が、うん、黒特攻したっていう線も追っていきたいなと思ってるので、今日は8番さん釣りでいいのかなって思ってます。で8番さん釣ってから6番さん釣っていただきたいなって自分的に思ってます。うん、逆でいけば8番さんがもし狼だったら、うん、黒特攻しないかな、黒塗りはしないかなっていう感じで自分的には追っていきたいんですよね。なんで8番さんを狂人という線で追っていきたいっていう感じで自分的には思ってます。なんで6の相方でいけば逆に自分は 1,2 の方にいるのかなと思ってます。5番さんと4番さんと1番さんと2番さんを精査していけば
5番さんはみんなに触れててそういう指摘も見てたっていう感じで、自分的には印象は良かったっていう感じ、考察はまだ伸びてないけど印象が良かったっていう点では自分的には村置きしたいなっていう感じで、4番さんはグレーを釣りたい、ん？グレーに触れていいのかなって言って5番さんも指摘したんですけど、自分が占ったのが3番さん片白なんだよね、7破綻したな、その3番さんの片白グレーではないのにそこを触れたっていう点で、1番さんと2番さんあんまり触れてない、3番さんの考察しかしてないっていう点ではちょっと印象が悪かったんで、ちょっと4番さんがグレー1ではちょっと黒いよりかなと個人的に思ってます、ね、まあ2番さんはねその把握漏れがあったっていう点で、まあその把握漏れは、うん、別に黒置きではないから、うん、自分は色落ちておりません。1番さんはねその4番目で占い師が7番さんと8番さん出て9番さん釣りたいって言った点では別にまだ色落ちてないんで、まあ次の発言期待してます。8番のプレイヤーは発言してください。いやーみんなってことでね、もうね、ろくなね、君たちね、理由がはっきりしていない。うん。今日も村目線考えて明らかに僕釣りなんだよ。うん。だって僕はもう仕事を終わっているんだよ。だから8釣りって言ってんじゃん。6番さんが出てきたおかげで、もう僕目線も人外2が透けてるわけ。あ、3か。人外3透けてるわけね。ってことでね、僕はね、もうこれ以上残る必要ないから僕釣りなんだよ。そこ言わないんだよね、6、7はどっちも。言ったっつ ?6 番は8番が人狼だから釣りたい。言ったわ。7番は、いや、言ったかな、言ったのか。7番は俺を8番、あ、俺を強人と置いて、7番は6を釣りたいのか。まあ、どっちにしても言ってることがね、はちゃめちゃ、今回は安定で僕釣りなんだよ。でね、2番ね、君ね、把握漏れなのかどうなのか全くわかんない。最初なんか番号出てるのに、なんか最後あたり8番。8番まともに人狼できんじゃねえか。9番のプレイヤーは発言してください。はい、6番が7番に白出しですか。うん、今日は8番かな。8番からやっぱ行きたい。ね、やっぱ6足に見えちゃうかな。結局出る必要もないから、強人だったら出る必要ないじゃん。で、人狼でもやっぱ出る必要ないんだよね。だから6地に見えちゃう。で、7番に白出しってことは7強人で、8番は黒だから、8番のライン見つけたいなっていうところで、誰かと一緒の意見なんだけど、結局今24かなって思ってる。2番は把握漏れがあった。なんか俺が聞こえたのだと、6番が7に白出し、7が8に黒出しって俺は聞こえた気がする。まあ、うん。あと、後ろがうるさいからちょっとよくわかんない。で、8番は今2番に突っ込んだのか、どうなんだろう、注意して新芽を取りに行ってほしいのか、それとも 4番には何も言わなく、結局4と8のラインがあるのか、みたいに見えたんだけど、今日は8番から行きたいな。1番のプレイヤーは発言してください。そうね。でもまあ、はい、占い師3人出てきたということで、まあ、占いローラーをする形になると思います。そうですね、仕事が終わった8番から行くのが良いと思います。で、個人的になんですけど、6番さん、どうなんだろうなと個人的に思ってて、一番最後に出てきた割に、8が仕事終わってるから8を釣れって言ったのと、8が人狼で見、6番は人狼で見てると言って、で、8の相方が1から5のどこかにいるって言って終わったんですね。んだから1から5の誰が何を言ったかって発言を全然しなかったんですよ。個人的に6の CMM は現状あまり見れてないような状況かなって。だからそれに対して7番さんは今2周目聞いてそこそこ発言伸びてるから、6、7の比較で言うと7の方が新芽あるのかなとかって思ったりはしてる。だから今のところ6番が一番しないかなと個人的には考えてるところで、グレー触れてくと、グレーとかそれ以外の人触れていくと、まあ、2番さん把握漏れしてるよね。いや、僕いける。6番が1だ、相方8の相方1。6番がなんだっけ、そう、占いでとかって言ってたのがちょっと気になる。それを3番は指摘してるから3番は白目かなと思って。1黒です。失礼。で、4番もそうだな、私とかね、2番とかも触れなかった、触れてたか。なんかね、そう、グレー行っていいかなって言って3番に行ってんのはよく分からなかったし、聞いてないって話、こいつら。5番さんもな、言い方も悪かったね。って感じだったから、ちょっと何とも言えない。とりあえず今日は8番さんで良いと思います。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。はい、把握漏れごめんなさい。ここですね。今回8釣り安定ですね。でもし6、7、8の中でどこを芯に置くっていうところなんですけど、僕は結構6芯置いてます。
ってのもやっぱ出る必要ないんだよね。黒ぼっこをされてるんだったら、出る必要はない。進路だったら標準出る必要はないって意味で自分は6を進路を出る。でそこの6の進路を落としに行った1番さんが一番黒ぼっこになります。で6番さんを進路を置くならおのずと9番さんも、まあ、白くなるのかなとは思っております。で6を進路を置くで8が黒でしょってなったら4をどっちか4を3か3もありえるのか3、4、5かになってくるのかな。まあまあ発言は聞けてないけど、まあ別に4番さん怪しい。5番さん別に白くもないんだけどね。ぶっちゃけみんな白いんだよけど。さあ相方どこかな。いや8がさ強靭ならいいんだけどね。わかんねえんだよな。のプレイヤーは発言して8進なら7級なんだよ。発言します。まあまずね9番さんが、まあ、白でも黒でも、まあ、6番が狼で出るメリットって俺は感じないんだよね。うん、だから、まあ、6番は、まあ、進化強、うん、まあ、反転するのもね割とあるからね人道説、うん、だから6番は進化強靭で見てる。うん、だから俺は7番が狼の子だと思ってるんだよね。うん、まあ8番もそれ同じ。うん、まあでも俺はやっぱね7番をすごくね狼に見てる。うん、まあ今日8つって全然いいんだけど、まあ俺は正直7番つってもいいんじゃないかなって思ってる。うん、俺7番入れるわ。うん、おお、7入れる。4番のプレイヤーは発言してください。はーい、言葉申し訳ないで3番さん片白でしたね。白漏れです。で私が見てるのは8進9人狼の6、7強人人狼で見てます。理由は7が強人で出てきて多分人狼はないんですよね多分ね。多分6が人狼なのか。7強人で白出しして8が死んで9に黒出しして、まあ砂の発言したところで6番さんが人狼でちょっと助けに来たのかなっていうところも、まあメリット、まあ確かにメリットはないのかなっていうのは思うんですけど、私はちょっとそれも考えました。だから8は置いて6、7どっちか行きたいので7番入れようかな。6、うん、7番かな。5番7入れるんだ。7、6、人狼なのに。はい、まあ今日はね盤面的に考えて仕事終わってる8番つる、まあ自分も8に投票しますが、発言で一番気になってるのは7番さん。7番さんが6番に対して、うん、あの真か真を取りに来てる狼って言ったんですよ。あなた自分が真じゃないって言ってるようなもんじゃないですかこれ。村目線っていう風に言いたかったのであればそう言ってもらえればまだわかるんですが、そういう発言もなかったとは思ってます。だから7万さんが偽っていうのはちょっとね、うん、自分の方向かなって思ってる。いや僕は信取れんだ。まあ占い先とか見たいっていうのもあるから信取れ、どうせロラするからね、どうせあの876はどうせロラするから、それだったらもう仕事終わってる8番からっていうのは当然そう。だから今日は8番さん入れますが、一番芯に置いてるないのは7番さんです。6番のプレイヤーは発言してください。はい、5番さんとっても白いですね。僕言おうと思ってたんですよ。誰も指摘しませんでしたね。7番が6は芯か芯を取りに来た狼っていう言い方をしたんですよ。全く神明ないでしょ。僕からしたら強人だから神明ないのは当然なんですけど、皆さん目線もそういう風に見えたと思いますよ。なんで誰も指摘しないのか。で、1番から触れていきますよ。それと誰か言ってましたけどね、2周あるんで2周目に別にグレーセンサーすればいいことじゃないですか。1番から触れていきます。なんだ。6に神明ないと。で、7が神明あると。っていうような発言、趣旨の発言されてましたが、8の、じゃあ真かどうかは何で見てるんですか、8は。っていう意見がなかったので、ただ僕の神明落としに来た、人外なのかなと。だから要は8、1のラインっていうふうに見えましたね。まあそれは単純な考察。で、2番さんに関しては、僕を神明に見たんですね。6神で、6が神だと思うので、6を黒塗りしていった1が黒いと。
いう話を2番はされてました。だからこれは確かに僕から見たら、あ、村なのかなって思いがちですけど、6位に対するすり寄り、自分は占われたくないから6神目って言っとけば自分は占われないだろうという、心理にも取れました。まあでも1に比べたら1の方が黒いかな、うん、2はそこまで、ただ言い方的にはちょっとすり寄りが見えました、でそうね、3に関しては7狼濃厚って言ってたんですね。その意見がよくわからなかったんですが、特に、まあ、白も黒も見えなかったかなっていうところですかね、3番に関しては。で4番は、7狂人6人狼8神っていうね、理論を展開してますけど、僕狼で相方9だとしたら絶対出ませんよ。おう、ありえない。僕はだからあっても進化狂でしょ。投票を始めてください。 ありえん、オラじゃないべ。こんだけ言っとけ大丈夫だろ。だいぶ芯取ったんじゃない。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは発言してください。はい、じゃあ最後言い残すこととしてね、これ6番ね、君ね、人狼戦も全然あるよ。だって6番出たことによってね、占い師ローで3縄使われて残り1縄しか使えないわけなんだよ、プレイに。うん、でそこを9に当てるか当てないかっていうので6番出たことによってこんがらがったんだよ、うん、いいよ黒塗りしてくれ。誰だっけ、そう9番ね、なんか、俺が2番に増えたから4番は、ラインアンじゃないかなって言うけど、は？何言うとんねん。あのね、俺はね、死んだから、もう人狼はもう出てるわけ。もう9、6、7。うん、で、なんか9番さ、もう8でいいかなと思いますとかってさ、お前さ、9目線さ、俺のこと人外なんだろ？だったら俺を強く押せよ。うん、って思ったね。いやー、どう取るこのパッション。村人たちはこの8のパッションどう取る？夜が来ました、目を閉じてください。1に白出すか。多分彼は村だと思いますけど、1が一番怪しいって僕言ったんで1に白出すよ。いいでしょ、1にしろで。いや7死んねえよな、7級だよなこれな。7級だよな、7級だよな。黒1黒だったらどうすんだよ。いやだって7神もまだあるじゃん一応。朝が来ました。7めちゃくちゃなこと言ってたけど、8の方が神っぽいけど7神もあるから。昨夜死んだのは、うわ1噛まれた。1番1白でいいわ。うわ1ハンターだった。1占わなかったって言ったらおかしいからね。のプレイヤーは発言してください。結果お願いします。1白9白9白お前9占ったのかよ。しんめねーで9占うみなくない。しんめねー7僕の方がしんめ高い7ですね。ふざけんなよお前。のプレイヤーは7しんめねー発言してください。おはようみんな。ふざけんじゃねえよ、うん、僕もね今日ね7番釣ろうと思う。7級じゃねえかよ。まあ正直占いに関して9占いは一番ないと思う。一番ないよ。まあ他にまあ1占いは全然いいんじゃないかなと思う、うん、まあ、9占いがないかな、うん、まあ昨日も言ってたようにやっぱりね7番僕狼の子だと思ってるかな、うん、今日は7番釣る7狼、うん、グレーに関して、まあ、別に紙でどうせ狭まると思うしって感じで特に言うことないかな。
そうね、まあ、あとまあそうだね、9番が狼で6番出るメリットどうこうって言ってたけどないかも、それは。うん、4番のプレイヤーは発言してください。はい、私も今日は7番で入れますけど、とりあえず仕事が終わったから8番から入れてくださいって言われたんで8番入れましたけど、うん、7番入れます。5番うわのプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、今日はまあ自分も7番でいいと思います。1番さん7番打ってもよかったんですけどね。うん、これでさらにグッジョブ起きたらグレーに2縄ぐらい使えたと思うんで、まあしょうがないか。まあ今日は7番さん入れますね。6番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。まあ昨日言った通り1が怪しかったんで1占いましたけど白でしたね、すいません。ハンターさんでしたか。大変失礼しましたということで、で残りの方から怪しい人をあげなきゃいけないんですが、まあみんな言ってますけどね、7のシーンないでしょ、この9を占ってしまったというよくわからない結果から。まあ7つってください。で考察しますね。2番さんはまあもう7の新芽ないとバッサリ切り捨ててすぐ次に回したと。で3番は7が狼ってキノコ相変わらず言ってらっしゃる。 4がね今一番引っかかりましたね。4はねあのなんかみんなに8入れてって言われたから8に入れたみたいな、昨日の中で7入れるみたいなこと言ってましたけど、うん、じゃそもそもね考察が7強人6人の8神って言ってたところで、じゃあ人狼目の6に入れるべきじゃないのって話ですけどね。まあそれでみんなに言われたから8の仕事が終わってるから8か入れますってはいいんだけれども、自分の意見はないのかというふうに思ってますので、4番は非常に今のところ怪しく感じてます。で5番さんもハンター打ったらいいんじゃないみたいなのはありますけど、グッジョブ出るかどうか分かりませんからね。だからやっぱり1が打たなかったのは正解だと思いますよ。うん、実際に打ってしまって縄が減るわけだから、うん、まあ僕的にはね7打ってくれたら人外1人減るんで、それはそれでいいことだけど、村目線はさすがにできなかったんじゃないかと思いましたよ、うん、っていうとこですかね。そんなとこかな。だからうん、でも3が分からんな、3がどっちなのか分からんから、まあでも今夜もう一回僕占わせてください。で黒出ればいいんですけどね。はい、以上です。7番9は考察入れなくていいでしょ、私白いもん。発言してください。いやーすいません、俺が芯取れなくて、本当に俺芯なのにマジか、もう最悪や本当に。9番さん占ってこんなに叩かれんの、もう9の色見た方がみんなに村の精査もしやすいんじゃないかなと思って9占ったんだけど、いやグレー見なきゃそんな叩かれるか、マジか。あーまあこれ俺に投票入れたとしてももうまあ村負けたら、はい、結果楽しみにしておいてくださいって感じしか言えないね。うん、なんでね、まあ頑張って交渉すると9番さん白で出て3番さんも白で出てるんで、僕からしたらボケ目線は3番さん角白9番さん角白なんだよね。だから狩人もう一人グレーの位置から狩人できてくれたら、うん、そこロラれば勝てるなっていう感じで6番さん含めてね。だから245で、うん、3番さん片白で3番さんと9番さんで、9番さんスムラって言ってるでしょ、うん、で3番さんでカリウドじゃなくて245でカリウドいるんだったらカリウド出てきてほしい。そしたらグレー幅狭まるでしょ。そして6番さんつってさ、そこでロラればさ勝てるんだって。はあひどいな、まあ出てこないわな、俺に攻めて上がってるからいや出ないでしょ、ダメか、縄も足りない。ここでカリウド出させればさすがに炙り出して言われるわ。それはいやマジで6人狼かな、8強人といたら6人狼なんだってマジで本当に。9番のプレイヤーは発言してください。いや俺カリード出た方がいいと思うんですけどどうでしょうか。まあ今日は7番釣り安定なんですけど、結局やっぱ8番さんが黒だった場合、まあカリード出せとか言うんじゃねえよ。だった場合ですね、ラインやっぱ4番が一番濃厚なんだよね。8にみんなが入れるっつったから8に入れた、仕方がないみたいな言い方、なんかやっぱライン音が濃厚なんだよな。これカリウドいるなら絶対出てきた方がいいと思う。カリウド出せはねえわ。そうすればやっぱりうん占い位置も狭まるし。お前それはないわ。いやまあこれ出てこないなら出てこないでいいと思うんだけど、出るなら俺は出た方がいいと思うんだけど。
それこそプロ打ち放題ってやつだよ、まあ、これこの場面はさすがに。これあれですね、終了さないで時間つ、いや F を言うとね、出るならお願いします。ここはダメでしょ。だって僕が偽かもしれないってみんな思ってるのに、じゃあカリド出たらそこ以外に黒出しゃいいじゃんになっちゃうでしょ。さすがに投票を始めてください。それは良くないと思う。ほらじゃないべ。7番のプレイヤーが選ばれました。7番、4カリドだとどうしよう。は発言してください。カリド持ってる人に言っとく、絶対6守んなよ。本当に俺死んだから6だけ守んな。うん、本当にマジで6だけ守んな。うん、カリドの人、うん、で他のグレーの人に言っとくと、うん、4番さんはね最初の初日8番さんを新芽に置いて6番さん狂人って置いて7番さんが人狼って言ったでしょ。でさ、うん、え4番の目線で言ったら6番さんが狂人なんでしょ。で俺人狼、そしたら俺の相方位置どこ。そうなるとでマジで引っかかるんだけど、4番さんの目線で言ったら、え、これワンチャンさ、本当に48か46じゃね ?8 番を狂人と置いたら6番が人狼で出て、人狼でそれで白出ししたってことでしょ。で、新芽を取りに来たってことでしょ。うん、そしたら64じゃね。うん、5番は相変わらず、そしたらグレーにいたら245。うん、めっちゃ、うん、5番はすんごい白い。うん。でも、ね、5番は俺に指摘してくれたよね。うん、ごめんね、俺の最初の発言で、ね、ちょっと2攻めは高くなってっていう感じ。うん、まあそこ指摘したって言って6番さんが5番さんにそこにするよって5番さんを味方に取ったっていう感じの線も例えるから6人もあんのかなっていう感じもあるけどね。カリドの人には言っとく、ガチで本当に6番守んな、マジで偽だから本当に。え、このパッションは7シーンあるんですかね。夜が来ました。このパッション、このパッション7シーンあるんですかね。でも4黒出すわ。もう4が狼ならいいよ。怖いけど9狼だろ、79だろ、違うんか。7全然9に、まあ7白出したか。うん、いや8死んでしょ。ええー、いやいや4黒出すわ。もうこれ間違ってたらしゃあない、これごめんなさいだけど、ごめんなさいだけど、いや4がカリドだったら終わりだな。ちょっとむずいっすね。いやでもいいよ、ここは黒出す。もう7球だよ、9オオカミだろ、9オオカミだろこれ。うん、さすがに7球。ただカリドが怖いね。カリド、カリウド目があるのは2、3あたりなんだよな。朝が来ました。4号はスムラなんだと思うんだけど。昨夜死んだのは3番。3カムンだ。4番のプレイヤーは発言してください。結果お願いします。4クロ。はい、やっぱ6人外ですよね。やっぱ私目線8神7神もないと思うんで、あ、カリド使用しないわ。8神の7狂人6人狼9人狼だと思うんですよね。やっぱり1、2、3だ。ここで私もしここで釣られると人狼の勝ちになっちゃうんで、とりあえずロラで今日は6ってください。5番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ今日とりあえず6番さんですね。うんで、うん、やっぱ7番さん、うん、で9番さんもなんですが、カリウド CO なんかチャットで待ってるような発言してましたけど、この村って COCCO なしですよね、チャット。この辺ルールの把握漏れかなちょっと思いましたね。うんで6番さんが4に黒か、まあ、6番さんもねどうなのかな。まあ7、8に比べたら、うん、どうだろう。まあ今日は多分6番つったら2か5、自分か5、2が
噛まれてね、どっちか残され、94は残されるでしょう。まあ、そこ、審査かな。2って線はあんのかな、わかんない。あとは9が頑張れ。まあ、とりあえず今日は6番さん。で、まあ、その次考えますね、発言聞いて。6番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。4番占った結果、黒でした。ということで、僕目線ですが、48黒で7強人という形になりましたね。そうですね。5番さんありがとうございます。使用はなしなんで、チャットでの。指摘してくれてありがとうございます。うん。ということで、今日は、まあそうですね、ローラーで6釣り、僕釣りになるのは、まあ仕方ないかなと思いますが、4番黒出てますんで、明日間違えずに4釣ってくださいね。ということです。あとね、9番さんに、9番さんは僕目線で、まあ、占ってないから分かんないけど、分かんないっていうか、白なんだけど、ね、村なんだから、村目落とすような発言やめてほしかったね。カリード出ろ出ろってのは、村目線ですよ。6が真の占いしか分かんないのに、カリード出させたら、そこに、黒打たなくなるじゃないですか。わかります言ってること。だから、カリウドって別に釣り位置決まってるわけですよ。もう789じゃない678、この3人をローラーするっていう釣り位置決まってるわけだから、役職使用させるメリットがあまりないんですよ。だからそんなこと言うのはおかしい。うん、だからそういうことは今後、まあ、人狼やることあったらね、言わない方がいいと思いますよ。ただまあ 1CO とか、ね、2CO の場合はまた話変わってくるんですけれども、この盤面で言うとその発言はちょっと、うん、村目落としたかなっていうことですね。まあ9番は村なんで皆さん釣らないでください。4が黒出てますんで、今日は僕釣って、まあ僕は4に入れますよ。で皆さん4が黒いと思ったら4に入れてもらっても構いませんけどね。まあ僕に投票するでしょうね、皆さんは。だから明日は4に入れてください。はい、以上です。9番いらんかったかな。発言してください。そうですね、把握漏れ等々いろいろすいませんでした。あー、今日は6番から行くのか。6番ね。4番発言短かった気がするんだけどな。結局今日あれか、6番つって俺は4黒だと思ってるから明日は来ます。でデオンが俺5か2か9を噛みます。そこで4釣らないと負ける。でも今日はなんで結局のところ今日4から言っても別に変わんないと思うんですよね。なんで7進追わないの。別に今日4行って、もしお前やめろ、人狼だったとしても5級にどっか噛んだとしてやめろ、7進もあるだろ。残った人が6殺せばいいから、やめろ。俺今日4の方が黒いと思うから俺は4から。やめろ、お前最終日負けるぞ、まあ、4に。わかんねえわ、まあ、そうしまわかんない。自分で行きたい方に入れます。2番負けるぞ。プレイヤーは発言してください。今着ロカーじゃないけど、俺だけ今感じたの。あるラインとしては、6番その芯に置くなら、8が黒で4、8、4でも黒。で、7を芯に置くなら、9は白になって、6か8どっちかわかんないけど、2、4、5。まあ、自分は村だから4をどっちかにいるのかって感じか。8を、黒に置いた場合、じゃあ芯を置いた場合は、9、6ラインかとか。なるほどね。じゃあ5は結構もう白っぽくなるのか。7が真の場合だと黒になるから、5はほぼ白で置いてます。4、9。今の9のはずでめっちゃ黒かったんだけど、俺だけかな。いや、黒かったよ。ここは6番でしょ。だって、少なからず7の真の可能性もめっちゃ少ないと思うけど、あるかもしれない。そう。追わないっていうのは、この次の紙次第で結構わかるのに、そうここで4行くっていうのは、本当に勝ちに来て9、5紙しか見えなかった。そうだね。投票を始めてください。違う、私じゃありません。キュー黒いよ。6番のプレイヤーが選ばれました。6番のプレイヤーは発言してください。はい、皆さんお疲れ様でした。先に死にました。そうですね、まあ、僕の目線で申し訳ないんですが、まあ、4は黒なので明日4つっていただきたいんですが、そうね、9番さんは僕が指摘したにもかかわらずまた黒い発言をしましたね。
6から鶴でしょ。だって9目線7から白出されてないで、8は絶対人外なの分かるじゃないですか、9目線で。だから7の発言的には芯はなかったかもしれないけど、それでバッサリ切って6が絶対芯っていうような見方はとても黒いですよね。あ、2番の指摘ごもっともですね。まあ2号は村なんで、最後とおそらく黒出されてるんで9は噛まれないで2か5噛まれるでしょう。まあ噛みなしというパターンもあるかもしれませんけど、残った方々は、4と9で悩むことになるかと思います。まあ、4に入れてくださいとしか言いませんね。お疲れ様でした。夜が来ました、目を閉じてください。でも急に全く触んないのもどうかなと思ったんだけど、僕も触り方は下手だったけどね。三狩りだったんかな、この感じだと。あー確かに確かに確かに、9も含めて言わんかったね、2号村なのでっつって。まあ僕の頭の中ではね、9は黒出しされてるから8からね、だから村目線でその要は SG1 じゃないですか。だからまあ噛まれないだろうという意味で2号噛まれるというような趣旨で言ったんだけど、まあ確かに言葉尻取られると怪しいわな。昨夜は誰も死にませんでした。うん、確かにね、ちょっと僕は失敗したかな。9番のプレイヤーは発言してください。はい、今日は4から行きたいですね。4からって4しかねえんだよ。一応7番6番が死んだった場合は6ってどこに白ってんだっけ、7と1でしょ。で7番が死んだった場合は俺に白打ってて、で6番が死んで4黒って打って7番を、いやでも待って、いややっぱでも4かな、これ5番っていう可能性はない。はないのか。え、難しい。お前。え、でも5番は疑うな。行きたいな。うわあ、ここで落としたら縄足りなく。あ、でもいいよ。4番でしょ、やっぱ。これ出ない方が勝てたかな。5番の捉え方だけど。これ僕使用。だとしても僕は白なんですよ。使用しない方が良かったかな、これ。白なんですよ。2番のプレイヤーは。発言してください。え、どこを間違えてる。で、まずカリウドいるんだって出てください。グッジョブでしょ、なんで出てください。ここは、それで背番もあると思います。それによって、多分5番さんがカリウドだと思ってる自分で誰を守ったかによって結構発言、まあ投票者決めるんだけど、今のところ9番さんが一番怪しいっていうのも、今日はって言ってね、今日だってここ負けたら、ここミスったら負けだよ。なのにかかると明日来る前提で話してるんで、9はめちゃくちゃ黒かった、そのさっきの発言も。ってなってきたら9が自分の中では今のところ一番黒い。で、6も確かに自分は芯に置いてたから、4の発言にはちゃんと注目してる。でも5はほぼほぼないと思う。なので4、9どっちかで今決めてます。以上。おい、9頑張れよ。発言してください。はい、おはようございます。私、カリウドではありません。本当にスムラです。もう私目線6は人狼で、やっぱり6、9人狼なんですよ。2、5もしどっちかに人狼いたら怖いなと思うんですけど、4、9ただのスムラだったら、まあ、スムラ同士 の, 発あの言い合いとかだったら。でも今日絶対9、もう昨日の発言もおかしかったし。別に確実に6シーンなわけじゃないじゃん、9番目線も。なのにもう6をシーンと見てて、4黒で4つってもいいみたいな発言もほんと黒い。もう絶対6、9、絶対6、9。今日9入れてください。じゃないと村負けちゃう。5番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ今日はね、やっぱ自分も2番さん黒説は追えない、低すぎて、まあ、4球どっちか、まあ、2番さんはお互い思う方入れたらいいと思う。で、まあ自分はね、カリウド CO はしませんよ。カリウドはいたとしてもね、言わない方がいいんだよ、この盤面。仮に4球どっちか狼で、そうね、釣った方がミスって3人残った時に、
そうね、普通は噛まれて終わるけど、もし狩人ね、潜伏してたらね、ワンチャングッジョブ起きてね、次の日、うん、つながる可能性があるから、狩人は出る盤面じゃないこれは。うん、いたらね、もし2番さんが狩人だったら残っててほしい。うん、そんな感じ。うん、まあ、今日は4級どっちか怪しい方自分は入れます。自分はもう決めてます。2番さんは自分の怪しい方入れたらいいと思います。合わせないの？え、5番合わせないの？合わせないの？いいの？合わせないんだ。2と合わせないと。合わせなくてもいいのか。うわ、え、あ、2、9に入れてる。あ、5は4に入れてる。5番4に入れてる。4番、5番4に入れてるよ。発言してください。はい、5番さんありがとう、信じてくれて。2番さん信じてください。いや違う、逆逆違う、マジ6違うじゃなくて5が4に入れてる。私じゃなくて6人狼なのか知らないけど、強人かもしれないけど、私6人狼どっちかに強人と人狼で見てたんです。突っ込め、まあ、いいんですけど、8が死んで9に黒打って9突っ込め、それを9突っ込め、うん、助けに来たっていうか、まあ確かに薄いんですけど、でももう6からうち黒出しされた時点でもう私目線6人外確定なんで、2番さん信じてほしい、本当に。私人狼だったら魅力上げるって。2番は9に入れてんだよ。本当に人狼じゃない。2番は9に入れてんだよ。2番さん本当に信じてくれてありがとうって感じ。2番さんも信じてほしい。いや、5番は4に入れてんだよ。信じてくれてありがとう。まあ私のこの考察だからね、黒出ししやすいのも確かなんだけど、9番さん絶対9番。逆のプレイヤーは発言してください。仮に8が死んだ俺が黒だとしたら、8のラインが分かんなくねって、8のラインどこなのってそこまで言ってほしい。まあまあ分からん。で、さっきも言った通り、7番が死んだった場合は俺に白出ししてんだから2,4,5の中でしょ。で、6番が死んだとしても4黒っつってんだから4なのよ。だから俺は今日は 4でしょ。今日もか、今日もてか、もう今日で終わりだもん。これグッ、あれでしょ、もし外して次グッチョボやったら負けるから、本当に4番さんから言ってほしい。でもこれはやっぱり願いですよ俺の。さあどう出る、さあどう出るか。今の4の発言で2がどう出るかだな。逆に白いとか言い出しそう。負けたかな。でもこれは4番、うわ、勝ったのプレイヤーが選ばれました。勝った。あ、でもどっち狩りとか分かんねえのか。4番のプレイヤーが嘘発言してください。2番さんなんで放棄した。4釣れんの、うん、まありがとう、本当にグッチョブ、本当にグッチョブ起こしてください。え、4釣れんのマジ、うん、でも2がワンチャンどっちかに人狼いたらもうどっちにしろ目の負けるんだよな。9だと思うけど。9村でさ、なんで最後私入れた。9村でさ、9村で2狼だったらどうする。28だったらどうする。28狼で7死んだったらどうする。ないか、ないか、それは7神はないよな。まあ、7神ならどの道この村は負けだからね。え、9村だったらどうしよう。さすがに7の神目ねえべ。さすがに、さすがにな。まあ、勝ちは勝ちだな。これでグッジョブ発生しないでしょう。さすがに、さすがにグッジョブ発生しないでしょう。いや、さっき神なしだと思いますよ僕は。神なししろって言ったからね。僕遺言で、まあ神なしかもしれませんけどねみたいなこと言って、狼に神なしを指示したから。昨夜死んだ。よし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 。おつ、9でしょ。ゲーム終了。28だ。人狼の勝ちです。2番うまっ、2番うまっ、2番うまっ。あ、
解散されちゃった。七神は追えねえな。いや、9も村追えんって。まあ、勝ちだったんだね、4級になった時点で。これは村無理ですよ。七神はね、村無理。うん。七神は村無理だわ。うん。急らなっちゃダメでしょ。いやー、よかった。いや、2狼だったんだね。すげえな。そっか、2から見たら6神に見えんのか。ああ。そうだよね。8が相方分かってるから、7の方が強靭に見えるんだ。だから、6が神に見えるからすり寄ってきたんね。いや、勝てましたね、3CO で。いや、嬉しいね、これは。強靭の勝ちって一番嬉しいね。だけど、もうほとんど2番に頑張ってもらった感じがあるわ。いやでも結果的に出てよかったな、これ。でもそうだね。出てよかったな、結果的に。これ出てなかったらさ、2が村目取ってたらから、なんで噛まれない事案が出てくるからね。うん。で、まあ僕が出たことによって考察変わるしね。78の 2CO だった場合、考察変わるから、そもそも初日に8釣られてないし、うん、結構こんな同じ結果にはなってないよね。こういう結果になってないから、まあ結果的に出て OK だったな。へえ、面白いね。